どうもどうも、まさとです。まっさばのワールドへようこそ。はい、ということで本日はレール無限装置ですね、設置してみたいと思います。よく考えたら、ちゃんとしたレール無限装置作ってなかったんですよね。簡易的なやつは一番初っ端に作ってるんですけれども。ということで、今日はレール無限装置、作っていきたいと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい。一応場所は確保しております。こちらになりますね。とりあえずね、一機作ってどんなもんかというのをね、ご説明したいと思います。まず、起点となる部分ですね。このブロックの上にパウダー設置します。そして、ここ、パウダーのところ横に粘着ピストン設置します。で、レバーでとりあえず動力ね、与えてピストン、粘着ピストンを動かします。で、この粘着ピストンのここのピストンの部分、ここの下ですね、ここにオブザーバーセットします。はい、こういう感じですね。で、先にここ下にですね、黒曜石2つ、オブザーバーの下とここのピストンの前ですね、2つセットして、で、スライムブロックこのように配置いたします。で、再びここのスライムブロックの前にオブザーバーセットします。これで基本動作するんじゃないかな。で、このオブザーバーの上に増やしたいレールを設置します。じゃあ一回ちょっと試しに動かしますね。雨降ってきちゃった。はい、このようにレールが増えます。で、次にここ壊してチェストね、設置します。で、あとここもか。で、ここに、駆動させるためのレバー設置するんで、で、動作してるか分かるように、レッドストーンランプセットします。できたレールを収めるためにこのチェストの上にホッパーセットしますね。で、あとはここで操作、レバーで操作したいので、ちょっと下にパウダーセットします。ちょっとここも取っとこうか。で、この下ですよね、いつもの通りここにレッドストーンパウダーをセットするので、安全対策として用も、ここだね、これを取らないといけないんだね。で、用もブロックを置いてレッドストーントーチここに置きます。そうするとこのレバーも動力来てることになるんで、ここトーチあるからね、レバー取ります。で、レッドストーンランプにレバーセットします。で、この下から信号来るようにパウダーをここのトーチのところにね、伝えます。これでいけたんじゃないかな。で、再びいけてますね。はい、これで一機は完成となります。で、同じように他も作っていきますか。ひょっとしたらカットするかもしれません。もう同じ動作なんでね。横に並べるから、で、チェストに入るようにホッパーをここにセットします。で、いけたかな。で、残りのレールをセットします。で、ちょっと場所変えます。
一番手前、こっち側よく使うレールをここにセットして、手前が一番よく使うよね。でここパワードレールで、次に使うのがディテクターだから、ディテクターをここにセットしますね。で一番使わないアクティベーター、ここにセットします。で一応4種類ね、増やせるようになってます。これで完成かな。ちょっと一応試そうか。うん、飛び散るけど、こっち側レール行けてますね。入ってたか入ってないかここ飛んでる。でこっちパワードレール行けてますね。入ってる。でディテクター行けてますね。でアクティベーター、はい OK。 はい、でこれで動作確認は完了。じゃあもうここは閉じていきます。階段ブロックで、ベース建物はもう全部統一するんで、戦力でいきます。でここのホッパーの前に階段、逆階段ですね。なぜかというと、ここチェスト触るためにね、階段にしときます。でこれピストンで動いてしまうので、不動ブロックの黒曜石、こっちに入るんでね。ここに置いてカバーします。であと上もですね、念には念を入れて、あとはガラスで、こういう感じですよね。大まかなカバーといえば、あ、そうか、これちょっと明るくするためにシーランタンとか置こうか。この上ね。この上にシーランタンで明るくしておきます。でガラスで蓋をすると、一応これでカバーできたかな。でちょっと動作確認、いけてますね。入ってます。でパワードレール、はい、いけてますね。でディテクター入ってますね。でアクティベーター、はい、いけてますね。という感じです。だからあとはきれいに整えるだけなんで、こうやっときゃいいかな。ここもシーランタンの上、どうしよう、よく見える方がいいんかな。一応から戦力を入れ、ここ下だけ戦力を入れようか。ここに戦力入れて、
でいいかな。うん、こういう感じですね。あとはここら辺をうまく隠すという感じになるかと思います。はい、じゃあこれを、建物風にして、終了といたしましょう。はい、ということで外観完成いたしました。こういう感じですね。一応周りの建物と合わせたという感じで同じような作りにしております。で、中の方をご覧いただきますとこういう感じでございますね。はい、一応ここスペースあるけど、ここ在庫置き場かな。チェスト置いてね、チェストか樽か置いて、ちょっと余った分もね保管できるように倉庫代わりに使えるようにしたいと思います。で、一応これでまだ入ってないので増やしますね。で、それぞれね無限でレールができるという装置となっております。で、こっちディテクターですね。で、アクティベーターレール、あまりほとんど使わないアクティベーターレールね。で、パワードレール、多分ホッパーが処理しきれないんじゃないかな、溜まっていく一方だと思うんで。はい、という感じでございます。はい、ということで今回は、ちょっと作ってなかったレール無限装置、4種類のレールですね、作れる装置の方を設置してみました。これでね、ここに来ればいつでもレールが作れて、使用できるというふうな、仕組みが出来上がりましたということでございますね。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。